walk away, my heart drops to the floor. They said it would get easier, but I don't know who for. Days move faster now, I swear. お前突拍子もないお会計になってたけどさ、いくらこのカフェで1杯2500円、1杯2500円のコーヒー、何それ。こう言うな、お前まさかマジで行くと思わなかった。俺も値段知らなかったもん。どう、飲みやすい、めっちゃフルーティー。へえ。朝入りだね。浅い浅い。コメントも浅いぞ。コメントも浅いけど、なんだろう、入り方とかも多分上手なんだろうけど、こうスッと入ってくるのぞみ、こうガッてこない、スッてくる、だから飲みやすい。俺コーヒー嫌いな人とかコーヒー苦手な人いると思うけど、多分その人たち意外とここ行けるかもっていう感じになると思うな。ぐらい飲みやすいマジ。こっからとりあえずローファームに行って、お目当てのもの GH バスかな、ブランドで言えば。ちょっとこっから買い物していきたいと思います。はいはい。それでは今高島屋の飲み会に来てて、GH バスっていうローファーのブランドてか、多分一番そのコインローファーだと老舗なんじゃないかな。へぇ、老舗ね。なんつったの、老舗言ったんだけど言えた、なまってた、言えた。今からちょっと見に行きたいと思います。はい、ずっと欲しかったんで、まあ取り扱い店舗少ないからちょっとあるかわかんないけど、行ってみようと思います。これ、それも違うの、ね、いや違う。レディースローファーのブランドでさ、一番古いのが GH バスブランドでさ、マイケル・ジャクソンとかさ、履いてたんだって。だからめっちゃ有名なんでしょ。結構履いてるシティ多い、多い。結構多いかもね。東京とかでもよく見るから。いつもスニーカーにしてやっぱデニムとかすることが多かったからさ、閉まるね。めっちゃ閉まるね。おしゃれは足元からって決まってんだね。デニムのセットアップとかめっちゃ良さそうだ。あー、えぐいな。はい、はい、今 GH バスソウルの裏張りを今してもらってて、1時間ぐらいちょっと時間があるので、まだ飯食ってないんです、ぶっちゃけ。飯屋行って、時間潰そうと思います。はい、はい、ショッピングを終えて帰ってきました。はい、ただいま。ただいま。おかえり。おかえり。友達の PV 撮影行ってて、今合流しました。で、買ってきた商品、はい、まあ、早速ね、いいの買ったね、開封していこうかなと。じゃじゃん、 GH バス。はい、おー、いいね、かっこいい、かっこ
こいいね。まあ、色もさ茶色と黒でまあ迷ってて、うん、超シンプルだよ。そうそうそう、まあ、結局黒にしたんだけど、まあ、デニムにも合わせやすいし、まあ、フォーマルの時にも使えるよっていうところ。あとはまあ本当にローファー持ってなくて、本当高校の時履いてたぶりぐらいで、まあ、2人が、まあ、ユッカスとか持ってる、まあ、そういうの見てて、あ俺も欲しいなとはずっと思ってて、本当念願で手に入れたローファーになります。半年半年ぶりの、半年ぶりの、まあ、だから念願で探し回ってたんだよね。めっちゃ探してた。東京行って、そうそう、名古屋探し回って、名古屋に探しててね、やっと買えたから。でも一番使える形じゃない、マジで。いやだと思う、正解やと思う、それマジで。ていうか、あちょっと高校の時の話なんですけど、ここで早くないで、そう、なんかうちの学校ってさ、あの学ランなんだけど、紺色の学ランに、うん、あの革靴合わせるみたいな感じがちょっと流行ってて、ね、なんか一時期俺らの中でね、うん、でそれで、ま、俺の前にこうパパパって、あ女の子がおってこっち側にね、うん、でその前を通り過ぎたんやって、うん、うわあの人かっこいい、ローファー履いてるだけでかっこいいみたいに言われてて、うん、で、ああ俺かと思ったら、うん、後ろにこいつだった俺ローファー履いてねえしこいつやった。ほんとありがとうございます。いつもスニーカーで、俺はスニーカースニーカー勘違いした、うん、もうかっこいいみたいなローファー履いてるだけでかっこいい、ローファー履くだけでかっこいいんだ、うん、お前もローファー、その次元感じゃねえんだ、うん、だるで、またそれやろうとしてるやろ、絶対やろうとしてるわ、しょうもない、怖いって。はい持っていってんだ、これで。いや、持っていってるよ持っていってるよ。なんかどういうので合わせたいとかあるの、これで。どういうファッションしてる、ほんとそれは学ランやろまさにね、またモデに行くんだったらね、それは学ランやろ間違いないわ、怖いってそれが正解。このブランド実際にあのマイケル・ジャクソンとかも履いてたりとか、あとローファーでは一番古いブランドになってるんで、まあもう結構知ってる人は知ってるし、履いてる人もよく見かけるしっていう感じのものかな。まあデニムとかに合わせていこうかなと思うから、めっちゃいいよ。これからね、じゃんじゃん履き潰していこうと思うローファーなので、ローファーです。ですです。はい、今日はこんな感じで終わりたいと思います、はい、チャンネル登録といいねよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はこれで終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。 Staring at the sunset, the sunsets of past time, I was wrong.